う時だけ会話に参加するやつ。別にいつものパターンだよ。向こうも遊びでいいって言ってたのに急に態度変えてきたっていうね。うわぁ、見事なゲス発言。毎回毎回上司もよく引っかかるよな。お前らモテない男の嫉妬は見苦しいぞ。嫉妬はしてない。素直になれよ。特に小太郎、お前だ。じゃあどういう告白のされ方だったらいいんだよ。え、それはまあ相手にもよるけど、普通にストレートに言われるのが一番かな。好きですって。ひなは？私は気づいて気づいて